鹿児島空港に到着いたしました。それでは早速ですね、鹿之助蒸留所、つぬき蒸留所へ向かいたいと思います。早速ですね、これから鹿之助蒸留所、つぬき蒸留所の順に向かっていくわけなんですけれども、そもそも今回の目的はですね、2022年11月12日に開催された鹿之助ウイスキー祭り、つぬきウイスキー祭りをはしごしようという企画ですね。実際にですね、営業終わってからですね、仮眠を取って朝の5時半に起床してですね、そこから現在9時を回って、これから現地到着が10時を超えると思うんですけれども、実際にまずは鹿之助蒸留所から順を追ってですね、皆様にお伝えしていこうかなと思います。それではですね、鹿之助蒸留所を目指したいと思います。というわけで鹿之助蒸留所近辺までやってまいりました。見ての通り何もない場所なんですけれども、鹿之助蒸留所に行かれるときはですね、皆さん一番注意していただきたい点はですね、何よりご飯の心配ですね。この辺りご飯を食べる場所がありません。ですので、こちらしっかりとですね、何か準備して行かれるか、もしくはご飯を我慢するという形になりますね。こういった形でですね、周りは非常にのどかな風景が漂っているわけなんですけれども、いよいよですね、ここから鹿之助蒸留所ウイスキー祭りの方へ向かいたいと思います。それでは鹿之助蒸留所が見えてまいりました。さあ、いよいよ到着でございます。ちょうどシャトルバスが着いたようです。結構にぎわっているような感じですね。というわけで、こちらが会場ですね。それでは早速場内の方へ行きたいと思います。今日はですね、自由見学という形でですね、館内ですね、蒸留棟など含めいろいろとですね、自由に行き来することができるようです。透過層や発酵層もですね、含め、なんとこちら蒸留機のある蒸留棟も自由に見学することができます。非常に普段ではありえない、なかなかスペシャルな一日となっております。あ、やっぱここは暖かいですね。非常に熱気が感じられます。鹿之助蒸留所の特徴はこちらの3基のポットシルですね。ここが非常にですね、特徴的で、本日も蒸留されております。こういった形でですね、栗の方もですね、ウイスキー祭り当日も休まず行われておられるようです。こちらスピリットセーフですね。こちらの方に蒸留液がジャブジャブと出ております。こちらの発酵層もこういった形で、鹿之助さんは全てステンレス製ということで、自由に見学することができます。では、鹿之助の横のビーチの方へ、なんか降りれるそうなんで、鹿之助蒸留所の下に砂浜が広がっているということで、今回降りていきたいと思います。鹿之助蒸留所から海岸側に出てまいりました。実際に目の前にはですね、東シナ海が広がっているわけですけれども、今日はあいにくの曇天ということでですね、こういった形で冬の海全開の荒々しい感じですね。ここはですね、リミテッドエディションのキービジュアルでも使われたあの砂浜ですね。吹き上げ浜の砂浜ってやつですかね。
非常にですね、こう雄大な自然が広がっております。鹿之助蒸留所さんはこういった環境で作られておられるんですね。貯蔵にもやはりこの海の潮風の影響はあるかなと感じます。チャーリングなんですけれども、ウイスキーの味わいを決める重要なポイントになってきておりまして、我々有明産業ではですね、職人さんがですね、こっちから火起こしをしてですね、部屋で火を当てていくという形でですね、この木材を焦がすことによって、木材の成分をウイスキーに溶かしていくという効果がありますので、というわけで鹿之助蒸留所から椚蒸留所へ移動したいと思います。では早速椚蒸留所の方へ移動していきます。というわけで椚蒸留所に到着いたしました。はい、朝の曇天が嘘のように青空になっております。祭り会場はこちらですね。はい、非常に盛り上がっております。すごい縁も竹縄というんですかね。ここからはですね、吉報五福現代庫と広報高校書道部によるスペシャルパフォーマンスをご覧いただきます。これが私
すごい。生産もらっていいですか。あ、生産もはい。持てますか。あ、持てます。はい。せっかくなんで貯蔵庫とかも見ていきましょう。お、いいですね。祭り当日でもう貯蔵庫は開放してくれてる。しっかりとこう見ることができます。ここだけまあなんか祭りの会場と別世界みたいな静かさ。祭りの喧騒を尻目に、こちらですね、水ならのシンダルですね。この空間を独り占めしております。聞いておりますか。いや、まあ、大丈夫です。せっかくなんでね、こうなんかお酒飲めないけどこれは飲んどきたい。ミルクカフェブリュードリンク、酒のイベントに来て酒が飲めないんで、ありがとうございます。これはね、こうありがとうございます。お釣りですね。お釣りを、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、というわけでちょっと一息つきましょうか。お、初の自撮りなんですよねこれね。はい、つけひげしてる変なおっさんがね、こうノンアルコールを飲んでるんですよね。こうお酒のイベントに来てね、こう酒が飲めないっていうね、こう不幸せな展開。まあお酒のイベントでもこうノンアルコールでも楽しめるということをね、こう全力で見せてやろうじゃないかというおっさんハイボールクラブでございます。そういうもんですよね、世の中ねっていう。まあ、ちゃんとね、こうやっぱりドライバーさんはね、こうちゃんとルールは守らんにはいかんっていうことで。てか、つのきいいですね。こう非常に盛り上がっております。県外と鹿児島県内、今やっぱ鹿児島県内の方が圧倒的に多いですね。あ、圧倒的ですね。え、こっちもですか。こっちもえに下がある。あ、やっぱり県内が圧倒的なんですね。ありがとうございます。はい、祭りの喧騒を離れ、石倉倉庫に来ております。祭りもですね、縁も竹縄となっておりまして、もう夕方ですね。はい、つぬきのこちらのお祭りの方もですね、クライマックスを迎えようとしております。我々はですね、今まさにですね、これからつぬきを立とうとしているんですけれども、いやー、酒が一滴も飲めない、なかなかしんどい旅ですね。はい、でもいいところですね。また必ず来たいと思います。それとあとね、今日一日風が強いです。寒い、本当に寒い。それでは鹿児島市内へ戻りたいと思います。というわけで、鹿之助蒸留所、つぬき蒸留所とですね、お祭りイベントをですね、2つはしごしてきたわけなんですけれども、まあ、実際なかなかね、こうカラーが違うというのが顕著に現れてましたね。鹿之助さんとつぬきさんでは本当ね、そのイベントのカラーが全然違うなと、非常に面白い、興味深い現場でした。実際にですね、まあ皆さんに見ていただいて、あ、こういう感じなんだというのが伝われば幸いです。それでは、このままですね、大阪に向かっていきたいと思います。というわけで、鹿之助つぬきから戻ってまいりました。一滴もお酒が飲めなかった鹿児島ツアー、非常にしんどかったです。というわけで、こちら現地で買ってきたものですね。こちらですね、皆さんから向かってですね、左側がつぬき蒸留所で購入してまいりましたマルスモルトギャラリーですね。そして皆さんから向かって右手側、こちらが鹿之助蒸留所の限定ボトルという形でですね、どちらもですね、まあその現地でまあ購入してきたものなんですけれども、なんかね、鹿之助さんはなんかボトルの抽選販売があって、そのフルボトルが小分けにされたものがこのミニボトルらしいんですよね。ただまあモルトギャラリーの方は多分違うものなんだろうなって、なんかつぬきセブンスって、まあその動画で映ってたやつですね、あれとはまた違ったものなんですけれども、あれが一応つぬきさんで当選するとなんか代引きで発送されるそうです。まあちょっとその結果はまだ出てないんですけれども、
とはいえですよ、まずはこちら現地で飲めなかった思いをここで発散すべくですね、ストレートでテイスティングしていきたいと思います。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら、カノスケ蒸留所の蒸留所限定200ミリで、アルコール度数は62度、価格4400円、税込みをストレートでテイスティング。62度ですよ。何だろうなんですかね、これは。AWO バージンオークカスクということなんで、アメリカンホワイトオークバージンオークって感じですかね。今さっき調べたんですけどね。はい、そうですね。AWO って何だ。そういうネタバレをこうね、こうしていくシステムですね、こう。うまいことはめられた感があります、はい、まるで知ってるかのように喋るんですけども、結構調べましたね。でもアンピーテッドモルトってことで、まあノンピートタイプですね。なので、まあね、割と王道の味かなっていうところで、では早速ですね、ただ62度ですよ、ストレートでテイスティング。あー、結構甘い香りするけど、かなりアルコールの跳ね返りもあるね。うん、でもなんかバナナ感すごいです。なんか色味に引っ張られがちって思うかもしれんけど、その普通にバナナ感あります。南国フルーツ感ですね。ああ、でも飲むとなんかビターさもあるね。なるほど、奥底になんかライトリピーテッド原子でもいいのかなぐらい、なんか甘さの下になんかビターさもあります。でもピーテッドとは入ってない、ね、入ってないよね、アンピーテッドモルト。なんかビターさすごい感じるんですよ、ね、だから甘さとビターさっていう意味で言うと、なんかビターさがね、なんかちゃんとあって、でしっかりまあウイスキーらしさ、ただやっぱり62度なんで濃い味ですね、うん、でもやっぱりあのカノスケらしい南国熟成感があって非常に美味しいです。では続いてこちら、つぬき蒸留所で購入してまいりました、マルスモルトギャラリーですね。こちらはですね、こちらはですね、200ml でアルコール度数は58度、購入価格3980円、税込みをストレートでテイスティング。スパニッシュオークですね、2020年2月蒸留で、2023年8月ボトリングですね。ピートは 0ppm、 こちらもだからノンピートタイプですね。では色味結構すごいね、お色の方がかなりあの特徴的に出てますね。明らかにこっちが琥珀色のように対して、こっちは濃厚なこのまるで紅茶のような感じです。おお、ちょっとセメダイン臭もあるね、ゴム臭というか。ああ、甘うま、うん、飲みやすい。でも最近のつぬきさんのオフィシャルボトルって、なんかピーテッドのイメージがすごい、なんかね、あの味のアクセントとしてあるイメージがあるんで、それからするとなんか、あ、つぬきさんのノンピート原酒もいいですねっていう感じがよく出てます。うん、ああ、これは甘くて美味しいです。うん、非常になんか今回飲めなかったので、そのリベンジが果たせたかなというところで、非常にカノスケ、ツヌキ、なんかね、全然違うタイプの味で、なんかすごく得した気分。うん。で、やっぱりあの、現地で飲めなかった分、ここで喜びを爆発させております。モッサンでございました。と。というわけで、今回はですね、モッサン in 鹿児島、カノスケ&ツヌキ、蒸留所祭りに潜入ということで、いかがだったでしょうか。現地で本当にね、こうお酒を目の前に置かれながら一滴も飲めないという苦行を味わった後のこの美酒、最高でございました。本当にね、もうどちらもうまい。そしてこれからですね、蒸留所祭りへ来年度以降行こうと思われている方のですね、何かしらの参考になればという形でですね、今回動画役に立ったなという方、そして面白かったよという方、いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。そしてこれからですね、ハッシュタグハイクラで拡散お願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。